クリスタルピアから南方向の長めパシフィックビーチはアメリカ合衆国西海岸にあるカリフォルニア州サンディエゴ市内の一区域。北端はラホーや南端はミッションビーチ、ミッション湾に接しており、東は週間高速道路5号線、西は太平洋で区切られている。住民の多くは若者、サーファー、大学生だが、地下や賃貸量が、 値上がり傾向にあるため、住民層が徐々に変化しており、従来よりも年齢が高く、専門職を持ち、裕福な人々が増えてきている。地元住民はこの街を PB と呼ぶ。サンディエゴの中でも夜の娯楽がとりわけ充実した地域であり、バー、レストラン、医療品店などが数多く立ち並んでいる。また、この街はアメリカの人気ミステリー作家、 ドン・ウィンズローの小説、夜明けのパトロールシリーズの主な舞台でもある。パシフィックビーチが誇る海岸線はミッション湾からラホーン屋の崖まで長く続いている。海岸沿いに全長およそ5キロメートルの遊歩道があり、北はローストリートの端から始まって、南はミッションビーチまで続き、ミッション湾にぶつかって終わる。遊歩道沿いには店、バー、 レストランが数多く並び、路上は大抵、歩行者をはじめ、自転車に乗った者や、ローラーブレードを履いた者、買い物客などで賑わっている。また、遊歩道とつながったところにクリスタルピアという公共の、不頭がある。パシフィックビーチの町内にある道路は、何度か解明を繰り返した後、1900年に、現在の名称に落ち着いた。海岸沿いの南北に伸びる大通りが、 ミッションブルバードである。この街の南北方向の道路は、19世紀末のアメリカ司法省の役人から名前を取って、海岸に近い方から ABC 順に命名されている。ミッションブルバードはかつて、アリソンストリートといい、これが A に相当する。続いて、ベイアード、カス、ドーズ、エバーツ、ファニュエル、グレシャム、ヘインズ、イングレアム、ジュエル、ケンドール、ラモント、 モレル、ノイス、オルニー、ペンデルトン。一方、東西方向の道路には、主に宝石の名前が付けられている。ミッションブルバードの北端と交わる道路から、南へ、順に、以下の通り。クリスタルピア・パシフィック・ビーチは、1886年から1888年に、かけての公共期に、D.C. リード、A.G. 合戦、チャールズ W. ポレー、R.A. トーマス。 O.S. ハッベルによって開拓された。うちハッベルが、穀物畑を一掃し、テントを建て、区画の詳細を決め、土地の競売人を雇って、誘致を始めたという。人集めを目指して、競馬場とサンディエゴ文科大学が作られ、サンディエゴの中心街とパシフィックビーチとを結ぶ、鉄道が敷設された。カリフォルニアの街は、大概そうだが、このパシフィックビーチも、 1880年代に大陸横断鉄道が完成したことがきっかけで発展が始まった。1902年には海に面した不動産が350から700ドルで販売されていたが1950年になると街の人口は3万人に達し平均的な家が1枚2000ドルになった。今日の売り値は数百万ドルの域に入りかねない。 1960年代も街の発展は続いた。サンディエゴ市がミッションベイパークに投資したことに伴い、アイランディアホテル、バケーションビレッジホテル、ヒルトンホテルなどが建造された影響も大きい。さらに1964年にはパシフィックビーチから数キロほどのところにシーワールドが開園した。現在、パシフィックビーチの住民は大学生、 独身の専門職者ほか、割合若い世代が目立つ。レストランや夜の盛り場が人気を集め、ガーネットアベニューを中心に、レストラン、バー、パブ、喫茶店など、飲食やショッピングの店が立ち並んでいる。パシフィックビーチの公立学校は、サンディエゴ統一学区に含まれており、ミッションベイ高校、パシフィックビーチ中学のほか、いくつかの小学校などがある。 また、サンディエゴ市内の大学はこの町にかなり集中しており、カリフォルニア大学サンディエゴ校、サンディエゴ大学、サンディエゴ州立大学、ポイントローマナザレ大学などがある。パシフィックビーチでのサーフィンこの町の西側に接する、海は、サーフィンの人気スポットとなっている。また、南に、広大なミッションベイパークがあるほか、北東部にケイトセッションズパーク、 街の中ほどにはパシフィックビーチレクリエーションセンターがある。超全体に平坦な土地や豊かな湿地帯が広がっており、ローズクリークという川がパシフィックビーチを通ってミッション湾へ注ぎ込んでいる。サンディエゴの地元報道メディアとしては、日刊新聞、サンディエゴユニオントリビューン、週刊紙、ビーチベイプレスなどがある。パシフィックビーチは、 サンディエゴの夜のお楽しみを支える街の一つと言える。ガーネットアベニューにはバーやレストランが数多くの木を連ねている。サンディエゴの中心街に比べ若い客層向けの店が多い。ありがとうございます。